11月28日パリ COP21 に向け世界各地でアースパレード2015が行われた。ここ東京でも約1000人もの人たちが環境の大切さを訴えた。アースパレード実現のために走り回った2人を紹介しよう。環境 NGO350.org Japan 代表の古野慎、そしてスタッフ兼地球人間アースマン清水イアンだ。2人のアースパレードにかける思いを追った。350.org っていうものはですね、アメリカで設立した国際環境 NPO なんですけれども、本当にユースを中心として、そして気候変動問題を解決するためには世界規模の、草の根ムーブメントが必要だと考えている団体なんですね。市民のムーブメントを支援しながら盛り上げながら、COP21 に一つでも影響を及ぼせばいいよねっていうふうに、動いているのが現状です。環境問題に対してアクションが必要かっていう調査の結果が、すごく低かったりとか、市民運動っていう、なんて言うんだろう、市民運動云々以前の問題で、そのどれだけの人がこれを問題視しているのかっていうのに関して、日本においてはなんていうかちょっと絶望するぐらい低いっていうのは知ってて、で今までこうあまり環境問題とか気候変動に対して関心がなかったとか、関心があったけど動くきっかけがなかったっていう人たちに対して、こういう問題があるんだよっていうのをこうみんなに伝えていく、そのために今いろいろな企画を、ポスターコンペも含め、展開してます。アースパレードへの注目を集めるために 350.org Japan はパレードの公式ポスターとT シャツのデザインを決めるポスターコンペティションを開いた。芸術の力を使って、環境問題っていうか、こういう動きを理解できるような窓口を作らないといけないと思ってましたんですね。環境問題っていうものに関心を持ってない人にも本当に分かりやすいようにっていう4カ所で同時開催してるんですけれども、パタゴニアさんとかベネンジェリーさんという企業たちはアスパレードの賛同団体となっておりまして、じゃあうまく彼らも機運を盛り上げるためにどうやって連携してコラボできるかどうかについてちょっと考えまして、今回のポスターコンペに関しては、80人以上の応募者から、約104作品が集まりました。で最初はとても不安だったんですが、徐々にその作品というのがたくさん入ってきて、その時は本当に、安心もありましたし、あまりに多くの作品があった中で一人で担当している僕としてはマジかよってぐらい、びっくりした、喜びで、嬉しかったんですけど、びっくりしたっていう点ありました。で、ポスターコンペとして104作品集まったっていう中、それ自体に関してはすごく手応えは、感じております。正直言ってあんまりピンとこないです。何を訴えたいのかいまいちよくわからない。ただ僕たちが期待したものが集まったっていうのではなかったっていうことですね。今回のポスターコンペの事例がニューヨークですよね。でニューヨークっていうのは去年のクライメートマージの時に先ほどシンさんが言いましたけど、40万人集まったって。で、世界規模で言うと、それ以上の、その倍ぐらいの人数の人たちが、世界中でマーチした。でその時の公式ポスターっていうのはもう本当にそのなんていうか危機的問題として気候変動っていうのを、我がこととしてすごく捉えて描写している作品が多かったんですよ。例えば僕の中ですごい印象に残っている作品っていうのは、風船の形をした地球が子どもの手から届かないところに飛んでってしまってるっていう、これだけ地球の破壊というのが進んでて子どもたちの未来をなんていうか危ぶませるぐらいのところまで来てるんだよっていうのをこう映し出した作品で、別に今回の作品に文句をつけるつもりは全くないですけど、今回の作品の趣旨とか、方向性っていうのを見てると、やっぱりなんかその平和っていうのを祈ってればどうにかなるだろうみたいな、こうなんていうか我がこととかこう問題意識がこう欧米とか、ヨーロッパに比べるとすごくまだまだ低いんだなっていう形に僕は理解してます。
だからといって今回これだけ作品が集まったっていうことに対して、まあ、絶望感を覚えてるわけじゃないです。ただ僕たちが期待したものが集まったっていうのではなかったっていうことですね。事実、ジャーマンウォッチという各国の気候変動対策を評価する団体によると、日本は61カ国中53位。市民の気候変動に対する関心も低く、世間の目は未だ冷たい。まあ、ポスターコンペっていうものの目的っていうのはやっぱりその、まあ、アスパレードっていうものを、まあ、知らなかった人にまあ、知らせるっていうか、そのこういうイベントがあります、そして11月30日に国連気候変動会議があります、でその直前に世界中各地でまあ、気候変動防止を訴えるイベントがあります。そういう意味ではわりかし成功したんですか。はい、だと思います。まあ、普通に小さい時からまあ、オーストラリアにいますと、まあ、誰でも大自然に出てキャンプしたり海に入ったり僕の、まあ、友達と小さい時から、まあ、お父さんがサーフしてましたので、まあ、僕たちがそのボディーボードを持って波乗りに行ったり、まあ、本当に、まあ、なんていうんですかね、美しいところ、小さい時から自然は大事だと思ってました。僕も子供の頃にすごい、環境と近く触れ合う機会がたくさんあって、宮古島のダイビングショップに行ったんですよ。で、宮古島には本当にもう宝みたいな海があるんですね。で、まあ、そこで夏を過ごしてて、まあ、だから子供の頃からずっとその自然っていうのがどれだけ美しいものかっていうのを、まあ、自分は個人として体感してたっていうのがあるんですね。どれだけその人間の発展、人間の文明とかその産業の発展というのがどれだけ環境破壊とこう密接につながっているかっていうのをまあ深く勉強する機会が大学であって、でその時に本当にその社会学、まあ、人間の視点から環境をどうにかしなきゃいけないなっていうのをすごく感じて、でそんなことを感じているうちっていうか、まあ本当にラッキーだったと思うんですけど、中で350度トリブジャパンを担当しているシーンと会って、じゃあちょっとだけ一緒にやってみないかってことになって、今僕は350度トリブジャパンの席を置いている形です。リーダーたちが動かないのであれば、まあ、市民が動く、時代になってくるっていうか、逆に一人一人動かないとこの問題は解決できない、まあ、そういう理解で動いている活動家が本当に増えてきていると思うんですね。なので、まあ、それ見ると本当に、まあ、まだ希望あると思っています。はい、世界を守ろう、世界を守ろう、石炭やめよう、石炭やめよう、 Save the planet, climate action now, Save the planet, climate action now。 声上げてくれて希望が生まれました。そうですね、思ったより盛り上がって、はいはいはい、みんな集まってもらって本当にありがたいです。日本は本当に頑張らないといけないです。石炭推進国から再エネのリーダーになるべきだと思います。